皆さんこんにちは。キース・リチャーズ、トーク・イズ・チープ。1980年代の終わり頃に、ローリング・ストーンズがほぼほぼ活動していなかった頃に、突如としてリリースされたソロアルバムですね。ストーンズは活動していない時でも別に解散を発表するわけでもなく放置状態だったんですけれども、今となってはこれが良かった、いちいち解散を宣言することもなく、それまでは3年とか5年とかオフィシャルな活動がないと世間から忘れられてしまうっていう風潮だったんですけれども、90年代に入ってからはビッグなアーティストは5年ぐらいの休暇は平気で取るようにもなりました。まあ一旦レコードをリリースしちゃうと2年3年とツアーにね出ていくこともあったんですけれども、当時はそのような風潮でした。私このキースのソロアルバム結構好きと言いましても、全曲が好きなわけじゃないんですけども、ブルース系の歌、ブルース系の歌は曲はアメリカの1950年代の大元の黒人ブルースを聴きゃいいやと思っていたのが当時でした。この2曲目かな、Take It So Hard は良かったですね。バージンレコード、プロモーションのミュージックビデオもとても良かったですね。トークイズチープ、キース・リチャーズ。最近はキース・リチャードっていう言われ方もする場合がありますけど、我々の世代はトークイズチープ、キース・リチャーズとやってましたね。ビッグイナフ、テイキッツオーハード、ストラグル。この辺が好きだったですね。日本版のレコードはこういった解説文も好きだったですね。かっこいいです。裏ジャケドクロですね。日本版レコードはこういう帯がついてるとこもなかなか好きだったですね。キース・リチャードの Take It So Hard も聴いてみてください。